こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、3拍子のドラムソロをですね、ドラムソロ3拍子だと全然できませんっていう方に、質問があったので作ってみました。保存版ぐらいの感じで順番にレベルアップしていきますので、ぜひやってみてください。まずはですね、3拍子、普通に3拍子なので、ハイハットは2拍目だけに踏めると、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーって OK ですが、踏めない人は別に踏まなくても大丈夫です。まず3拍子なので、これだけだと4小節フォーバースやっても、みんなわかるだろうけど、ちょっとこうシンプルすぎるよねってことで、この裏拍に、スネアを入れていきます。要は全部右で叩いたとして、裏拍は左手です。そうすると、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワンのエンドと、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、で、ワン、ツー、スリー、それぞれのね、どっか一発裏拍を入れるっていう3種類ができますよね。だからこれだけで、タッタタンタン、これでも十分ドラムソロになるじゃないっていうお話ですね。そしたらもうちょっと発展させるの2つ、今度は 1S3 っていうのと 1S3 っていうのと 1S3 ね、2つ、1つのところが1箇所になるということね。で、最後は全部で、この全部スネアだとあんまかっこよくないので、これは後で出てくる裏拍をバソロにするっていうのがあるんですが、こういうのもあるよみたいな。例えばまあ別にやっても悪くはないかなとは思います。ただ8分音符って4つ以上ずっとスネアでやっちゃうと、ちょっとあらやったあらやったあらやったっていうこうデコボコパンが出ちゃうので、裏拍を飲むっていうことで、後で足を裏拍に入れていきます。で、隙間を作る。例えばだから、こういう今みたいな音符も隙間を作るといいよねっていうお話ですね。四分九符入れちゃえばいいよねみたいな。なので、タンタンうんうんうんタンうんタンうんというふうに音符を作っていくと、3拍子って意外と簡単にドラムソロできますよねってことですね。で、じゃあこれをどういうふうに並べるかっていうと、最初のうちはやっぱりこう規則的というか、相手に伝えるためにみんな繰り返してダメなんじゃないかなと思いがちなんですが、むしろ最初の序盤戦なんかは、これ言いたいんだよねとか、相手のフレーズのリズムの一つの部分を取って何回も繰り返して発展させる、繰り返して発展させて、もう一回戻ってきて、やっぱこの A のフレーズ好きだな、場所は変えるんだけどね。そうすると、こういうフレーズができます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。簡単そうでしょ。こういった形でフレーズを作れば、そんなに難しくなくできると思います。これがレベル1です。はい、3番目、4拍子のボキャブラリーの、僕のやつのタドンってやつね。この A、A'B、C、D、E、これそのまま頭に彫り込めば、ワン、ツー、ハイハット2つ目に踏んでやりますね。次 A'。こういう感じで、今までの4拍子だったフレーズを最後の拍を休符にして、タドンうんタドンうん、もちろんこれうんタドンうんタドンうんタドンにしても全然構わないです。だから3拍子は 2+1 か 1+2 で考えてもらうとうまくいくと思います。で、裏拍をバスドラにするってことね。だから、全部裏拍でもいいし、なんかすごくジャズっぽくなってきたでしょ。こんな感じで、他にもいろいろ作りようがあると思うので、こういうボキャブラリーを使ってやってみましょうってことで、今度は ABAB、ね、さっき AABA だったのが ABAB にする。つまり、A タッカタトンで、タンタッカタンっていうのが、こいつ使って、でタッタタトン、場所変えてフロアタンにして、タントットトン、タントトトンはクロススティックね、これを使って最後これで終わるということですね。やってみましょう。
すごいこれだけで複雑な感じになりますね。バスドラが裏に入って、今ハイハット2で踏むとかなり難しいので、この辺はもう本当歌ってればハイハットなんか全然いらないので、むしろ拍が分かりやすいですから、ハイハットなしでやってもらって全然いいと思います。レベル2でした。はい、レベル3ですね。シンコペーションする。さっきのフレーズも自動的にシンコペーションしてたんだけど、タンタタンタンタタンみたいなフレーズで、ここをこう跳躍する感じ、ピョンってね。でタタンタタンタタタンで連鎖って言って、裏裏裏裏裏って続ける感じ、こういうような裏裏裏っていうのを続けていくの、こういう、連鎖って僕はこれ僕が勝手に使ってるんだけど、マリオカートの神がトントントンってこう着地せずに空中を蹴っていくみたいなイメージ、裏裏裏でつなげていくのを連鎖と呼んでます。三拍四連ですね。三拍四連は普通に16分音符の三つ割り、でもなんかイメージ的にはタンツースリータン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 の歌を覚える感じかな。ワンツースリーワンツースリー、これは1拍半からこう4つに分けていくんだけど、これは別動画で詳しく解説してるので、そっちもまた見てください。なので AB、 今度 AC で作ってみましょう。そうするとタンタタンタタトトトタンタタンタウタンタン、シンコペーション続けてる、連鎖続けてる感じですね。やってみましょう。ワンツースリーワンツースリー、だいぶまたぎますよね。1小節目の A の最初のフレーズがこう、要は1拍半で割れるからちょっともうなまらせて3拍4連が始まる感じにすると、ワンツースリー、みたいな感じのちょっとこうジャズっぽい鉛があるようなフレーズになると思います。彼これでもかなり上級ですね。というわけで3レベル3まで行きましたが、レベル4の方は、メールマガジンの方を登録していただくと、そっちもついた、動画を見れるようにしておきたいなと思いますので、よければ今のタイミングでメールマガの無料登録の方をよろしくお願いします。というわけで、このようなフレーズもっともっと作れますよね。この辺のあのメールマガ登録してもらうと、このプリントも、ダウンロードできますから、こういう空白のところにね、どんどん書き込んでね、練習してもらうといろいろいいかな。こういうの作ってみよう、ああいうの作ってみようっていうのがいいかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。